ダニエル・ベンデは、ドイツ出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、妻でもある、マイリン・ベンデ、エカテリーナ・ワシリエは、レベッカ・ハントケ。2010年バンクーバーオリンピック、2014年、ソチオリンピックドイツ代表。2009年、オンドレーネ・ネペラメモリアル優勝。1990年にスケートを始め、最初はシングルで滑っていた。 16歳から17歳の時にペアに転校した。2008年9月にマイリン、ハウシュとペアを結成。結成したシーズンからずっとヨーロッパ選手権と世界選手権に出場している。2010年、エリック・ボンパール杯ではグランプリシリーズで初めてメダルを獲得。2011から2012シーズン、スケートアメリカでは8位。その後、ハウシュの敬遠の影響で、 ロステレコムハイは出場を見送った。ヨーロッパ選手権ではフリーの前の公式練習でフランスペアを避けるためにマリバルトマンと激しく接触したものの出場し7位で試合を終えた。2012から2013シーズンハウシュの岐阜の首都自身の父の病気によって準備ができなかったためにロステレコムハイの出場を辞退した。12月の初旬に 椎間板ヘルニアを発症したために、ドイツ選手権、ヨーロッパ選手権の出場も辞退。一度も試合に出場しないまま、シーズンを終えた。2013年6月6日、婚姻届を提出、6月8日に挙式をし結婚。2014から2015シーズン、グランプリシリーズにエントリーしていたが怪我のために、出場を辞退。その後、 怪我を理由に競技からの引退を発表した。ありがとうございます。